当たりだ。当たった当たった。よーし。ドワーフは暗闇でも見えるか。じゃあ、来る順番やっぱ違ったのかな。俺は浮遊石を探してるんだ。浮遊石があればなんだってつくか。おっさん。ラリホーっと。もう汗ぶり。この音かい。村の裏手で、ネリクじいさんが岩を砕いてる音さ。何の音も聞こえないけど。腕は鎧の代わりになるんだよ。身を守ること。ああ、そうね。なぜ腕輪が鎧の代わりになるか謎すぎるんですけどね。鍛冶屋の住み店にはあったかい。あってない。水晶の目があれば、目が見えなくても物を見ることができるんだよ。ダークエルフのアストスが魔女の的親から盗み取ったか。あ、こいつですね、鍛冶屋。伝説の金属、アダバンタイトがあれば、幻の剣が作れるやもしれんか。そんな言われてもやな。ここに来て劇的に変わってくれないと、大地が腐ってきて、西の方からだんだんか。いや、これでちょっと劇的に変わってくんないと困るんですけどね。この音階はさっき言ってましたね、ネリクじいさんに会えばいいのかな。ネリクじいさんがどっかいるんですかね。いや、めっちゃ今困ってるからね。あと一歩のところで岩が邪魔しとる。このままじゃ運河は掘れん。ニトロの火薬さえあれば。もう、クラウンやニトロの火薬や。大忙しいですわ。あ、これも神秘の鍵で閉ざされてんのね。ニトロの火薬取ってこいってことか。どこにあんのよ、そんなん。聞いてねえぞ。やっぱさっきのとか順番的に違ったってことですよね、きっと。無理ですもん。全員喋ったっすかね。特に大きな変化が、ないのが不満なんすけど。ちょっと待って、ニトロの火薬ってどこにあんの？おっそおっそおっさん。水晶の目があれば見えが見えなくても見える。あー、それ聞いたか。お、めっちゃもらえるやん。ありがとうございます。勝手に開けていいかわかんないけど。千ギルもらいました。なんかこれ武器とか撃ってりゃいいかなと思ったんですけど、なんかニトロのドワーフは暗闇でも見える。ネリクじいさんが岩を砕いてる。固有石。腕は、全員喋ったんですけど、だからと言って、だからと言ってなんですよ。なんか、鍛冶屋のスミスさんが話を膨らましてくれるわけでもないんすよね。あとはこのこと喋ったかな。西の方からだんだん。西に行けってことなんすかね。でもそのニトロがあるとは限らないっすよね。西の方からだんだん、あんまり有効な話はなかったんすけどね。え？びっくりした！なんか、ものすごい強い敵にあったかと思った。突然死は嫌です。突然に死ぬことは。13か。まあまあそこら辺は全然。ここら辺の敵だったらそんなに苦労しないんで。食らわないエースをわざわざこうターゲッティングするのがめちゃくちゃめんどくさいですけど。4、これ倒せないのよね。レベリングがまだ足りないんでしょうね。言うて。ここでめちゃくちゃもたついてるんで、アホほどもたついてますから。叩く。1。1でも積み重ねないと、倒せないんで。
K。あとは大賀さんっすね。ものすごい戦い方の効率が悪い気がしてます。2回ヒットで56か。やっぱクリティカルとか出ないと100と5位とか一発で倒せないって感じですね。おっしゃい。経験値を積み重ねたいし、お金も。ここはいけるんですよね。じゃあ結局この後いけないじゃん。ドワーフのとこ行ったからっつって別に何もないのか。チーフが出てきた、チーフが。チーフ強そうっすね。チーフがどれくらい強いかが。1。36。まあまあまあ、ちょっと、チーフいっときますか。早めチーフで。2。いや、チーフ強いな。硬いのかな？絶対硬いっすわ。HP も結構あるでしょ。ミス、ああ、全然ですね。これぐらいだったらもうめっちゃ楽ですわ。強い。もう、そうです、そうで。おっしゃい。ちょうどやつ切れました。こいつらやつ切れたら、それはもう、経験値わっさわっさでしょ。さすがに。OK！168。もうちょっと散策してもいいかなと思ってんすけど、情報が少なすぎるんすよね。このドワーフのとこ行ったからって言って、その、なんですけど、さっき言ってた、なんか、なんです、ニトログリセリンみたいな爆弾のやつが、もらえるんだったらいいですけど、しかも、宿屋もなかったしね。宿屋も武器屋もないんすよ。鬼でしょ。よし。かなりの順調です。お金も溜まってきてるんで、何を買えばいいか全然わかんないですけどね。こうやって、大賀さんがガンガン出てくるとかってめっちゃいいっすね。個人的には。これくらいの敵の強さだったら、ここら辺散策してもいいかなって感じですよね。ないのか。うわ、コブラが出てきた。なんか戦った方が早そうな気がしますけどね。でも、一発でも食らったら即毒なんで、絶対嫌なんで。散策したんですけど、このドワーフエリアには、うわぁ、最悪だ。ですよね。ですよね。OK。うわ、すげえ。めっちゃ金溜まってる。しかも、そんな無理のない戦い方してですよ。何か勝った方が劇的に変わるかな。はい、どうも。さっきのとこ戻ってなんか勝った方がいいっすかね。
本当にどこ行けばいいかわからんというか、魔法を買ったところでそんなに大きい、まあプロテストか熱い気はするんですけど、ですけどね、どこに行きゃいいか全然わからんですよ。つうか敵が、あのボスが強すぎて3人組が。勝てる要素がないっすからね。しかも回復できる場所はこの島にないというね。この島に回復できる場所がないと。しかもこんだけ戦ってレベルも上がらないと。ものすごいっすよ。もうちょっとさ、まあでもこれじゃ散策して意味ないっすね。ここはただただ、ドワーフさんに、なんか、ニトロが見つかったら持ってこい場所か。あとどっか行けそうなとこはあるのかな。もうシャークとか弱いっすわ。あんなに当時強いと思ってたんですけど、シャークとかも全然っすわ。って言いながら40食らってるけどね。と言いながら40食らってるんで、ビビってんすけど。防具しっかりしてんすけどね。ちょっと一回さすがに睡眠取らんと、セーブもしないといけないんで、さすがにね。もう3000ギルですから、なんつっても。OK、これセーブバッチリっす。ちょっと最初の城で、ちょっと情報入れようかな。なんか神秘の鍵を持ってるのは、さっき寝てる王子様で、で、的をやったやつを探さないといけないんですよね。的親を探さないといけないんですけど、的親ってどこにいるんだい？的親がどこだ？あのおっさん知っとく。だから、的親がどうこうって言ってたんですよね。エルフのおじに預けた。そうする。やっぱ時系列でいくとエルフのおじに預けたなんで。そうっすね。エルフの王子ってのが寝込んでるから、で、あいつを起こさないといけないっていうので、的親を探すってことですよね。ちょっと、もう一個、もう一個戻るか。村を。で、そこで、もしかしたら、もうあの時お金全然なかったんで、全然何も買えなかったんですけど、もう今めちゃくちゃお金持ちですから、成金ですから。成り上がりました。ビットコインでも儲けましたから。そう。人生のね、昇級しましたから。裏ルートです、裏ルート。裏ルートで、稼いだんで。通常の労働、通常の働いて、時給800円で働いてる人を見下してるみたいになってますからね。こやつらは。そんなすんなよ、言ったんですけどね。いや、もう、成金なんで、みたいな。あるんすよ、みたいな。用ないぞ。ちょっとね、こう、おっさん。北の、え、ちょっと待って。北の方、ちょ。北の方には港はないから、北には行けないってことを言ってるってことですね。
情報を持ってくれ。わしは西の彼方メルモンドの町から逃げてきた。あの町は悲惨。だいたい草ゆるになんとか壁とこって。ああ、じゃあ、メルモンドか。西の彼方のメルモンドに行くか、じゃあ。西の彼方のメルモンドってとこに行ってみるか。ブラナ、サイレス、バサンド、インビシ。ブラナってのは、サイレス、バサンド。キアリー的なのはないのかな。ブラナってのは多分、目が見えなくなるのを直すですよね。バサンダはサンダーが消えなくなる。インビシってのはなんだ？じゃあずっと西に行くか。でもその西に行けたかな？ブリザードストライク。ブリザードを、じゃあ3つ3に。ダクネスとかよくわからんしね。ハンマー、ブロード、バトル、アスク、シミター。シミターってなんだい？シミターって何？シミター飼っています？エノンに。シミター。シミターって何？装備できんのかな？シミター。あ、できたできた。あぶね。これでシミター装備できなかった。泣きましたからね、今。ずーっと西に行ってみようかな、じゃあ。ずっと西の、なんかメルボルンみたいな、ところがあるって言ってたんで。こうっすよね。心はそう簡単に入れ替えられないですからね。海のにエルフが住んでる。そうっすね。それは聞いてるんすよ。鎖、鉄、革の盾、革の手袋。革手袋。とかどう？大してでも、関係ないかな。まあ、ないよりはいいか。服は捨てるか。で、帽子も捨てて、大して防御力アップにならなそうっすけどね。さすがに手袋は装備できるでしょう、ミツさんと。さすがにね。これ装備できなかったら怒るで。川の盾はどうなんかな？装備できるんすかね。ですよね。多分これは無理ですよね。ですよね。盾は無理ですね。なんか無理なイメージですもん。じゃあ最大の防御はこれか。これ以上は無理ってことですよね。寝袋はもしかしたら、中で使えるかもしんないんで、きっと。もしかしたら洞窟の中で、寝袋使ったら魔法力満タンみたいな、ちょっと可能性あると思うんすよ。一応寝袋2個買っておくか。一応これでいきます。じゃ、ずっと西ってやつ行くかな。なんか、めっちゃ西に夜になると危ないみたいな。ちょっと話からずれるのかもしんないですけど。でもそんなに西に行けないんですけどね。西に行こうとしても詰まるんで。北の方は無理だって言ってたんで。敵。ダメージ食らうときは入るんですよね。敵も何回ヒットみたいなあれがあるんでしょうね。
こっちも2回当たる時もあれば1回しか当たらない時があるんで。こっちはダメか。でもこっちから左に行こうとしても行けなかった気がするんですよね。可能な限り西を目指そう。ビッグアイ、ビッグアイ戦ってみましょうか。うわ、めんどくさい。めんどくさいパターンでした。あれ、弱い。弱い。こんな弱いのだったらもう、ほぼ戦う意味がないっすね。結局西はいけないのか。ってことは、なんかこの、やっぱここしかないんすね。言うてここしかないのか。あいつらに勝たないとやっぱダメなのか。無理ですけどね。いや、あいつらに勝つ無理っすよね。相当強くなってるとは思うんですけど、ちょっと次元が違いすぎたんですよ、レベルが。レベルが違いすぎでしょ、さすがに。いくらなんでも。70とかですかね、単発ダメージが。3人おるしね。いや、あれさすがに無理。ですよね、今の火力では。今の火力とチーム力では。ミツさん、こっちはなんもないですよね。言うて西か南しか言われてないんで、これは弱いんで逃げます。時間効率。な、強くて、経験値とかをもらえるんだったら戦うんすけど。ああ、やっぱそうやね。行ける場所は限られてて、それかさっきのとこ散策してもいいかな。散策っていう可愛いもんじゃないんですけど、本当は。やっぱりさっきのあいつら倒すしかないのか。ドワーフも関係なかったっすもんね。とても勝てる状態じゃない気はするんですけど。とてもじゃありませんが。そうっすね、いろいろ回ったっすけど、順番的には、やっぱり間違ってなさそうですね。でも正直なとこ、あのボスにたどり着くこと自体は、そんなに難しくはないんですよね、実は。おじさま助けてくださいですよね。で、黒魔法と白魔法っすよね。そんなにどうせ黒魔法と白魔法入れても1回か2回しか使えないんで、ほぼ関係ないっすもんね。ま、な、わしあげ時が経てば瞑想、ああ。お金は結構入ったんで、鉄の盾を買うか。あんたそれ以上持てない。じゃあ、川の盾を売って、めんどいな。めっちゃめんどいです。仕様が。で、鉄の盾を、持つね。オッケーっす。お金は結構あるんで、なんかいい武器とか、防具とか欲しい。ダークエフのワストスの行方は誰も知りませんですよね。昔西へ旅した時に古びた白い迷い込んだ。だけど誰もいなくていい。ああ、さっきのとこですよね。クランを持ってこいって言ってる人ですよね。
ミスリル銀で作ったか。ああ、ポイゾナあるわ。ポイゾナあるけど4000するし、レベル4でしょ？ 1 回も使えねえよ。どうなってんだよ。バランス悪いな。それだったらもう毒キッソーでいいよ。ポイゾナとかいるんだったら。ヘイスト、コンフェ、ブリザラか。レベル4の魔法が使えないけどな。思い切って、金、ちょっと待ってくださいね。アイテムは今？ポーション、魔法ほど買うか。マジで。ポーションとかアホほど買いますわ。固定費3000ギルもすんの？なんかそれを途中、道中でもらえたんすけど。ポーションアホほど買います。もう全財産ポーションつぎ込むぐらいみたい。もうこんなせんと無理ですわ。で、毒キッソーも、アホロ買っとかんと、毒キッソーもアホほどすわ。言うてポイゾナが4000するんすけど、高くね？な、後々には、ポイゾナになるんでしょうけど、もうね、毒キッソーもね、アホほどですよ。どうせそんな買うのが、多分ミスリルソードぐらいなんで、オッケー。めちゃめちゃ強化できました。17、18ですよ。かつてこんなことがあったでしょうか。未だかつてないですよ、ほんと。かけいみわこさんですよ。未だかつてない。完全にかけいみわこさんスタイルで。鉄だが、尺女、サーベル、ミスリソードね。宿屋に泊まって、セーブできたんで、行くか。また来いよ。30食らおうが、40食らおうが、関係ないっすからね。オーガさんから倒してもいいんですけどね。言うて。まあ、ここら辺はそんなに苦労するところじゃないんで。シーフってサーベル装備できそうですよね。できないかな。これでいこう。全然入らない。これで。成長があまり見られないですからね、このチームは。なぜか。相当敵倒してるんで、そろそろレベルが上がってもいいんですけどね。上の方の、城、行こうかな。ちょっと。洞窟もいいんですけど、こんだけ、アイテムとか揃えたら相当長旅できますから。途中で毒になろうが、なんだろうが、相当長旅できるんで。こんだけ持ち物があれば。かなりの長旅ができますよ。1ヶ月ぐらい帰ってこなくても大丈夫なんじゃないですかね。漁船みたいな。マグロ、遠洋漁業のマグロ漁船行くみたいな。それぐらい帰ってこなくても大丈夫なぐらい装備揃えましたからね。言うて魔法とかもね、そんなに回復は有効っすけど、
黒魔法の強さってのは今んとこまだ見えないですね。後半えげつなく強いぐらいなってくれるっていうのは期待してますけどね。オッケー、ナイスナイス、レベルアップ。ずっと戦っててよかった。ずっと戦ってた甲斐があります。これでコブラはさすがに逃げますよ。さすがにね。まあ、毒ってもいっちゃいいんですけど、全然。まだあるんで、また買えばいいだけなんで。ずっと戦ったらお金はたくさん貯まりますからね。こっちの城でもうちょっと調べようかな。と思ってんすよ。やっぱさっきのボスは強すぎるんで、あのボスを弱体化させるみたいな。なんかそんなんとかがないと、ちょっとおかしいんですよね。うわ、きつ！待って待って待って。死ぬ死ぬ死にそうになっとるやん。それはダメですよ。それは良くない。いかんざき先生です。それは完全にいかんざき先生やと。これパターンはめんどくさいことになるからね。パターンしたら。ケアルー。ふぅ。守備はね、しっかりと固めてるんですけどね。それでもやっぱきついっすよね。弱っ！マジかよ！なんかもっと入れてくれると思って後ろ攻撃したのに。全然、期待外れもいいとこでした。じゃあ、しょうがないっすね。全然当たらねえ。ちょっと待ってくださいね。ちゃんと手前よ。手前からしっかり。12。言うてそんなに。シーフ君がね、エロン君がそんなにね、もう一人でバイト任せれるみたいなところまで来てくれないんすよね。言うてまだちゃんとついとかんと、何するかわからんみたいな感じになってるんで。この城はもう、あのおっさんしてなんかこう、クラー持ってこいみたいなこと言うてるだけっすよね、偉そうに。なんでクラウンを持ってきたらこの城が元通りになるかわかんないんですけど、このおっさんしかいないんですよね。でもクラウン取るのかな、クラウン取るのがえげつないんですよ。えげつないやつ守ってますから、勝てんぜあれは。出させてくれよ本気用じゃないって。ちょっと上行くか。上行っても多分何もないっすよね。今の状態でそうですね、ミスリルソードを買ったら、あいつらに勝てんのかな。えげつないぐらい強いっすもんね。ミスリルソード変えるぐらい溜まったら、行ってもいいんすけどね、確かに。21。言うて敵の火力はでかいですからね。レベルが、1個上がるだけでも相当違うんで、早く、ミッツさんとエノン君もレベルが上がってほしいですね。やっぱ HP がないと、なんで。で、防御に関してはもう全員、
これ以上ないですよっていうぐらいの防御固められてるんですけど、それでもダメージが入るよ、えげつないですからね。クリティカルヒット。じゃあやっぱり、あいつらを倒すっていう選択しかないのか。来た。ナイス。ってことが確定ですね。2000か。もう戦ってレベル上げるきゃないかな。ガスト。ガストってそんなに強くなかった気がするけど、どうだったかな。どういうコンセプトかはよくわかんないですけど、研究者がゾンビ化したみたいな感じですよね。いや、結構食らうな。麻痺したらすぐ治るからいいんですけど。OK。確実に一体ずつですわ。でもそこが麻痺ると、今度麻痺る3になるとマジきついんですけどね。もう麻痺が多い敵はめんどいなぁ。こいつも逃げるですね。この、なんかこういう、科学者的。K のやつも逃げるかな、今度から。この、麻痺になる確率えげつないんですよね。簡単に麻痺になるんで。ちょっとそれはひでえなと思ってます。くぅ。やってることめちゃくちゃやぞ、自分ら。そんなに強くねえのに、どういうことだ。あっ、うーわ、これ最悪ですわ。こんなとしょうもないのに、マジかよ。マジですか。戻らんといかんす。さすがに、こんだけポーションとか詰め込んできてますけど、さすがに死んだらね、どうしようもないっすよね。生き返らせることができないんで、今んとこ。しっかりと回り右です。速攻回り右です。しっかりと帰って、オーガとかは戦おうかな、正直。あれブリザードって三つさんに買わなかったっすけ。木のせい。ブリザード買った記憶があるんですけど、弱い。レベルが上がったら、ファイヤーの魔力が上がるとかもないんでしょうね、どうせ。36。結構入りましたね、次は。入るダメージの幅がでかい。単発のは全然ないですから。明らかにナイトのコスパがいいですからね。3000か。